都営地下鉄と東京メトロの経営一元化を目指すとは、今日行われた東京メトロの株主総会に猪瀬副知事が出席し、今後の継続的な協議を提案しました。株主総会は都内のホテルで開かれました。東京メトロの株主は国と東京都で、株式は国が 54%、都が 46% 保有しています。株主総会では東京メトロからの経営状況の説明の後、猪瀬副知事が、乗り換えや料金面などでの利便性のために都営地下鉄との一元化は必要と訴えました。猪瀬副知事は、両線が乗り入れる浅草駅などでは早朝に乗り換えようとすると連絡口のシャッターが閉まっていて遠回りを強いられるという例を挙げると、メトロ側が知らなかった、早急に改善すると弁明する場面もあったといいます。サービスの一元化、それから経営統合するということを含めて、話し合いの場をこれから国と都で定期的に持つことによって、その問題を解決していこうと、こういう提案をしました。協議の場については、東京メトロ側も参加したい意向を示したということです。